自分に美人見つけたおギボクさんおかえりなさいありがとうえーこんばんはたこさんこんばんは埼玉で買うわおにりえーこんばんはあミトルンこんばんはありがとうえーこんばんはジラさんおかえりなさい腕立てはいつやるの今でしょいや今じゃないんだけどそうなんですよまさか回ってくると思わんくてなんか最近さ流行ってるじゃない家でなんか家でなんかとりあえず腕立て伏せを 10回やってなんかそれをリレーするみたいなやつが流行ってていやたに回していく人いないだろうなっつったら回ってきたなのでまあいつかやるねそう目標は今月以内だけど <laughs> えあおぴょんこんばんはあこんばんはごさん 今日はイースターだよえー、今日雨で寒かね寒いがいねえ、うん、とりあえず寒かったね、えー、ブリブリキャンちゃんおかえりブリブリこんばんはるこたんあはるこたんの日だわーはるこたん今日はイースターだって、えー、よーともさんよ月に帰るのかは月に帰らなきゃんうさぎうさぎあそっか さってて月ん中で餅つきしてるんだおか,えりさんなんかデモが起きてるらしいんだでも何でもこんばんはこんばんはとシさんありがとうありがとうね早く回して、ね、そうしかもホント苦手そういうのなんかなんていうのなんか次に誰々に回しますみたいなバトンめっちゃ苦手であのー、なんか,か回ってきたってことは自分が誰か仲いい子とかに回さなきゃいけないわけじゃないもうさー なんか回してさ迷惑じゃないかなとかさあとなんか「焼やちゃったよ」みたいな思われたらやだなとかなんかいっぱいいろいろ考えちゃうのそうだからね苦手う <laughs> んトースターうんイースターイースター今日イースターだってうんと青いニャンかっこは甘くね嘘 <laughs> え嘘しいやよウサギだよウサギだよ安いニャン 毎日200回腕立てするだけで腹筋はいいやあすぐね筋肉ついちゃうから腕立てすると腕の筋肉がすごくなっちゃうんですよ。えーこんばんはいたこんばんは白様おかえりぴょん。えーと早くやって次に回さないとあ回す人そうとりあえず真っ最には回そうかなって決めちゃうんだけど <laughs> 早くしないと賞味期限が過ぎるよえ怖い怖いよギボクさんラビットかと思ったら残念だ嘘でしょいやーねー あいそうね配信でその舞台の「ラヴィット!」をやろうかなと思ったことあるんだけどやっていいのかと思ってやってないすまんなぁはしょいがやりだしたからそういうことかなぁやっちゃっじゃじゃあそれそれあれでしょだってなんか胸キュンのやつでしょえっ、ー、と高校時代無駄に毎日腕立て2 0やったら腹筋割と素晴らしいじゃん愛さんこんばんはかわいいねおかえりいねおはるぱるさんありがとうまた。 ぼっちだから、こんな、ああ、じゃ、回してあげようか、おいたんが。はい、腕立て百回。<laughs> 外出でガタガタしながら、十九時過ぎに。帰宅した、お買いによし、やっこうや、私に回しなさい、よね。回していいなら、回したいファンの人いっぱいいるんだけどさ。<laughs> はるこたんのカツラは、あ、はるこたん?。はるこたんカツラあるよ。あるけどね。えー、この間しまっちゃったんくないおいたん、もしかして。 えーとこんばんばはあえのちゃんこんばんはおかえりえのちゃんお久しぶりですおっカナさんお久しぶり見てうさぎ大丈夫コロニャウスの苦手でお塩四4人指名するリレーのタグ止めてるは <laughs> いやそうなんかそうそうなんかそういうのちょっとなんかそう苦手わかるあうたんもそうありがとう安いにょんバラはいバラより君は美しいありがとうそうキュンキュンのやつ もう胸キュン動画とか持ってきた絶対やんないわ <laughs> えっとこんばんはこんばんは岩崎さんおかえり葵様こんばんはあこんばんはあ今日は月が綺麗ですね葵さんはうさぎになりましたうんうん,ああこばんあとんこばんあっコ、うんはい、ありがとう安すいにょんンあれうん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 んう あ、拳立て伏せだった拳たこぶしできた格闘家と思えたなんかね葵いたんもねなんかこういうさ指とかでやるさなんか腕立てそう得得したかったけど無理だったえー、葵いたんこんばんはあひろきさんこんばんはおかえりなさいえー、あお弁当さん卵ありがとう卵ちゃーんおい卵出てこいわーい卵 ありがとうぴょんぴょんぴょんありがとうパックリえーとうん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 んかあったえーひろきさん食ょうこんばんはちょうど耳がけて大きめのカチューシャみたいなおかえり二代目さんねこれこれねなんかね23年ぐらい前になんかあのディズニーで買ったんですよこれえーとあえて自分の服岡赤に飛ばそうかなうわああああ うわー寂しい寂しいよ京都でほぼ89投入投入、えー、あ赤先生おかえり写真ありがとうねあのアいイターの今回の mvp はあの赤井先生のこれこれあのかっこいいやつかっこいいやつ <laughs> それでとあと松ぼっくりを食べようとしてあははで笑ってるやつかなえっ、ー、とあおべとさんありがとうだんごーだんごあれあれ天ぷらあれエビフリアはどこに行ったのエビフリアがいないぞ誰か食べ食べエビフリアーしょうがないこれでもいいだろうはい ってって桜はあったはい花よりたい焼きありがとうベッドさんえー、とっとくちゃい卵さ卵くちゃいのよ成犬時毎日1000回で10年後に音を置きだにできるとかっこいい北斗の拳みたいえー、俺はバレー部だったから部活で指立て100えー、あったないやさすがにね陸上部はなかったねそうなんか,なん,かなんだ まあ腕ん…でもだけど、なんかあの腕系は、なんだあれか、まあでも、なんか腕、体幹とか鍛えるやつが多かったかな、そう。 ここんばんはあおけちゃんんんばばははおおちゃラビットだよおかえり小学生時代部活動何した小学生あ、木ちたらね小学生の時はあのバトンクラブって言ってバトントワリングやってたんですよ筋トレも走りもないサッカーチームだったなサッカーチーム <laughs> 筋トレも走りもないのそれはもうフットサルじゃなくて <laughs> サッカーなんか なんていうのサッカーとかちょっとやりたかったなって思うなんかあのー、サッカーの授業好きだったんですよあいたんえー、そっちかうそっちえな何どれ赤尾先生はどれどっちえっ、ー、と <laughs> 鼻がむじむじえっ、ー、と片手でどこだ腕立て伏せできるパソコン部だった時そんな指ごっつごつやタイピング大変ほいほいあ ほいほーい、ありがとう、来てくれて、こんばんはー、ラヴィットレス。バトンって陸上違う <laughs> 違う、あの、こうくるくる回すやつ。それを、あのー、小4、小5、小6でやったね。そう。あのー、バトントワリングっていうのそう。あのー、まあじゃ前なんか、まあ、見せたことある人は見せたことあるけど、こう、なんかあ、踊ったり、それでくるくるをなんか、やってたわ、前。そうだ、回せるっちゃ回せる。 えー、俺野球部とかいろんなことしたそっかー野球野球部もなーまあ野球部は女の子入れないからね、うん、あありがとうありがとうタネはーい今日もタネがいっぱいだなー大きな花を咲かせるんだようんとあやば,やばいやばいやばい変なとこしてたやばやばいやばいうわやばいやっちまったやべえこの画面は戻らないやつだあどうしよう ちょどううしよう今ね今どんな画面かというとなんかすごいすごいマオイタンの顔じゃないところなんか画面の左側がめっちゃアップになっているだから誰が来てるとか見れなくなったクソえっ、ー、とんどうこんなウサギか心がぴょんぴょんするかうわー心がぴょんぴょんうわ心がぴょんぴょんするんじゃいや心がぴょんぴょんね。 いいと思うよ可愛いいよあおいたいもぴょんぴょんしようバトンブ一緒じゃんおっりほちゃんりほちゃんおばけだったかなあっここしたら戻れるあっれる戻れるおいけ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 なんかショールームをたまにバグってさ画面アップになっちゃうのなんなんだろうえっ、ー、とおかえりりほちゃんりほちゃんはねこれはたぶんおばけだなあっそう1個いいたい あのさ、りほちゃん届いたじゃんボイスチェキあおいたあの写真さあのメッセージ付きあのー、なんだっけあじゃあメッセ写真付きメッセージカードの方に指定した写真がボイスチェキに使われてて <laughs> あれって思ってる <laughs> えっと <laughs> こんばんはおいたんこんばんは直ちさんお帰りええー、リンーダンスのやつかはっいやいや知らん違うなんだそれはボール扱うのうまくなれって言っちまー アユタもなそう、ボールとお友達になれんかったからさ、階段をカエル飛びで40回させられた。カエル飛びウサギ飛びじゃなくてハプニングうん、ハプニングそう。たまにそういうのあるんでなんか、あいタたまにこうやって配信見ながら気になる名前の人ポーって押して、こうやってポーって見たりするんだけど、<laughs> それやってるとたまにバグる。えー、ファイヤーはもうやめてやめてファイヤーああひねずみだわ。ファイヤーえー、特技はヌンチャクと、 えー、防術のパソコン部でした何だそら埼玉でコロニア40人だってそうなのそうなんですかいやねどんどんコロニアン拡大してるけどみんなは大丈夫なんかねなんかおいた友達からなんか送られてきてそのコロニアをなんかコロニアを簡単に判断するやつでこれはなんかその自己チェックコロナウイルスの自己チェックが でできるので役にに立ちますよううっていうなんか東京のなんか病院で働いてる人からのなんかあれでまあそのまずまあなんかコロナウイルスは感染しても症状がね何日も出ない場合があるからなんかその何ていうのまあ早期発見が大事なので咳と熱の症状が出て病院に行くともう50%は肺がちょっとやられてるから。 まあそのね、遅れるケースが多いとでなんかその一応まず簡単に自分で診療できるのは深く息を吸って10秒我慢するで咳が出たり息が切れるとかすごく不便なことがなければ、あのーまあ、肺が何も脅かされてないすなわち感染されてないという。 まあ方向に持ってけるらしいので新型コロナ悪化するともうなんか肺胞のなんか組織が硬くなっていくんだってだからそれなんかとりあえず深く息吸って10秒我慢してなんか「こうー!」みたいなもう咳が出た人はやばいよもう <laughs> <laughs> うん。でなんかまあこれを毎朝やってみてねっていうあとはなんかそのもう15分ごとに水を一口とか飲んでそのなんか口と喉を潤す だとすればなんかそのウイルスって入っても肺じゃなくてその食道から胃に行けば胃酸でウイルスが死ぬからもうとにかく水分を取った方がいいよみたいななんかそういうアドバイスをもらったうんえーとにゃにゃにゃうんうんうんどこだどこだとっ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 とととえーとそれは思い切って更新更新しない あおかえりすなちおかえり昨日の続きを話そうじゃないかあれバグったままどこあ直した今乗った多分あコロナに台湾茶葉が効くってよ台湾茶葉って何何なんでもいいよクソ会社うわは怒んないで怒んないであっケンピーたまごありがとうあれあうたたまごどこかった昨日あれあったああったまごわーいありがとうたまごそして安いにはチューリップありがとうはいうん チューリップより君は美しいありがとうずっとステイホームまあねそうホーム大事家大事だよもう家によ息を止めないそれそれうん1分前まで似てる人がいたなえ怖いえそのルーム見てえ怖い学校の先生雨の日は部活動で階段を40回回飛びあーでもね雨の日は階段を使うしかないよね10秒空かせず嘘じゃん嘘じゃんなんかね 多分その友達もなんか他の人から送られてきたみたいななんか東京のなん何ていうの日赤病院っていうのなんか火に赤って書いてあったの人から回ってきた偽物それ嘘なんじゃないの嘘なのそうなのあいたんこんばんあこんばんは現在さんおかえりえそれしゃっくりの止め方嘘をあいたそれやってもしゃっくり止まるなんかあいたしゃっくり止められないんだよね正しい息の吸い方はー鼻からって口から吐くそれご情報で嘘 本当に嘘ーよしオッケーじゃあケ、OK、ーだよダリスおじちゃん <laughs>「鬼滅は見終わったかい?」Twitter にも拡散中嘘ツ !Twitter そんなそんな細かくコロナのこと見てなかったそうなのかじゃあ騙されてるよって言ってあげよう <laughs> まあでもさもうコロナねうーんコロニャンか「おいた うんなその熱しか熱と味覚と嗅覚がなくなるぐらいな熱がなくなくる熱が高くなると味覚嗅覚がなくなるとあと咳ぐらいしかわかんないんだけどえ普通に1分は止められるけど嘘そ置いた1分も止められるからネットの情報丸飲みはダメそうなんだ 分かんなあいた普通にさなんかいかにもなんか友達が友達の友達を病院で働いて送られてきた風に送られてきたからそうなんだと思ってそれ <laughs> あれだったっけなんかさあのー、なんだそういうなんていうの知り合いの子どころあれってえーとコロニアの呼吸おおコロニアの呼吸1の方目が一番危ない,い今日ねなんかいたいたはやっぱこういうなんかもう がっつりゴーグルしてマスクもなんか二重の方いらっしゃった保健の先生の勉強してた人には常識保健の先生あーあああ誰だえ警察官が51は殺らない殺にゃ昨日の続きってなんだっけ治板も思い出せないよその息を吸い込む話高橋勝之さんブログで見たら JML っぽいって疑ってた怖い怖いじゃんもう多分その子う信じてるから治板なのように教えてあげよう君にリップ 何君に君リップって何中何何何え今ご情報のスクショー送っといてありがとうありがとうありがとうもう何ももう己しか信じられぬおはようああわがおはようごめんね昨日入っとった <laughs> 終わっちゃった <laughs> ごめんねあ日本赤十字の意味なのそれ略なんだ初めて知った えイカー体育館でバッキングするふわふわのボールを打ついいね台湾茶葉に含まれるデアフラービンって成分がウイルスの増殖を抑え本当にもうそれももう信じられなくなってきておいたん全員、えー、の拡散ほど危険なものはないです怖いな怖い怖い全員2それは鬼滅 <laughs> 昨日開いたら終わった今日は見れてよかったわありがとうねワゴー20の方強そうだわ20の方 うわ『鬼滅が読みたい』明日も夜に1回今んところは今んところはだけどねうんえ「鬼滅アニメ無限列車」の前で終わったそうなんですよその無限列車編が映画になって10月16日にやるのそう待てねよっていう感じだけどそうであのー、その作品をいち早く読みたければもうコミックでしかないんですよパイソリちゃんチューリップもわかるわえ あ君あ,ーあ,ーあー、君に、ああ、だからチューリップ、チューリップ。えー、イースターってなんでイースターっていうのか知らないや。え、誰かイースター何由来、由来、だ復活祭とようのは分かった。偽家、地元にあがコロナを疑わしい人は断ってるらしい。ねなんか、あのー、 やっぱねそういうなんていうのコロナねあのー、なんていうのすぐ検査してもらえないみたいななんかすごいいっぱい聞くじゃないえーとこだどこ見たあおいちゃんと情報精査しないよあれそんなって言ってあおいたま元気だと思ってまおいたまそもそもうんなんか熱もないしとりあえずなんか味覚も嗅覚も全然平気だからいっぱい美味しくご飯を食べれるかな <laughs> えー、とりあえず味覚なくなるとヤバい以外は信じてそうねそうしましょうあいが好きな曲名はええー、どれだろういっぱいあるなこういう情報を信じ込む真面目な人なのはこの人マフ、まあ、だけって言うけどうわそうあいちゃん多分ね将来高級な壺を買わされてねあの振り込め詐欺とかに合うんだどうせあいにょんは四十肩四十肩肩 その手アフラビ瓶のザうめがしなげてどこでみんな情報を得てるなんかさそう日本人はやっぱ踊らされているよねなんか何事にもなんか何かがきくといえばさそういう食材がなくなってさえい、ー、はいい人じゃなくてトースターでしょいやおいたらさそうフレンチトースト食べたいんだわさえー、手アナウンティアタインフル予防にいらしい今ググったそうなの まあインフルの頃にはもうなんかもう変わんないよなもうもはやなんか <laughs> なんかもうえ「決ちゃってアニメ終了したの知らないんだけどそうアニメはもう終了しててあのとりあえず次は映画なんですよそうでまあ映画の後にアニメのなんかあれがあるかわかんないけどそうとりあえず今最新情報を得るのは漫画ですね あとで「ジャンプ」の最新話読みに行こういやあおいたんも見たい見たいおいたんはあのー、なんだ20巻の終わりまでなんですよ知ってるのそうであのー、ねそうまあなんかいろいろネタバレはもう見たけど一応イースターだからトースト食べたとそうなのだって今日今日パンの記念日らしいよなんか12日って葵にはな はいアオイニョンはね、チューはね、もう多分パパタンに取られてると思うんだ。ふふふッふッチュー。えーと、俺もその情報回ってきたら間違いなのかなとか、ほらほら <laughs> らしいよ。そう、気をつけよ、なんかはね。ああいうのはあるらしい。だまされないね。もうダメだ。ダメだ、アオイタそうやって。ね、すぐそうやって。信じるから。 えー、たフレンチトースト小麦粉だからダメだよ分か,分かってるよそうなのだねそう頑張ってあのね小麦はねやっぱ良くないからねそうそうすぐ踊らされて何でもすぐ泣くなね本当とは何だろうねでも日本よりもさ海外の方がやっぱすごい大変なところもあるんでしょいっぱい。まあ、新しい痛みの単位が 鼻毛に決まったって講義で堂々と話した教授がいたけど、えすごいね。どういうあれがあって、そんな鼻毛に決まったんだろう。ただいまおいた。おかえりちびたー。ぴょんおかえりえー。たとなるほどな。映画はそう。しかも半年も先なの。もう待てないよえー。不要不急の願い。出者を叩く風評で第二次世界大戦でよく似てる。へえやね。なんかあのー、もう外出るのが。 まあ外出ない方がいいに越したことはないけどやっぱなんか外出るとなんかさ悪いみたいなそう一人でねえんかどっかをお散歩するのもなんかもうよくない気がしてきたえー、パパタンにーそれあるべパパタンもママタンもあると思うにーやんはないかなええー、昨日は静岡に逃げた関東と違ってお店やってる人少ないえ静岡行ってたのいいなー爽やか食べたあやすいにゃん てか子供の頃はするだろうポポとチュッ,チュッちょっと想像したら気持ち悪いな「あいファイト」いやだ「嫌 <laughs> なしんどいしんどいよ」「やめてくれよ」「マスコミは都合の悪い部分は報道しないし必ずしも正しいとは限らないがもなんだっけ今日さなんか話題になってねなんか安倍晋三さんがなんか家でゆっくりしようっていうワンちゃんとのくつろぎの動画を載せたやつ。 アビガンが効くという情報は有力かないものあ。なんかそれね出てるね。パンに入れるのイースト菌に弱だからイースターとパンは切っても切り離せない存在なのです。 もうなんかそれっぽく言ってるけど、そうなの？うちもパンあんま食べないにしてる。あいたんだって思ってえー。なぜなぜいいんだよ。おりほちゃんはいっぱいおいしいものを食べないと大きくなれないんだよ。<laughs> えーと映画無限列車編までかね。無限無限列車編の後よな。濃ゆいうのね。あのー、ね、煉獄さんがあのうまいってお弁当食べてるとこが好き。いやいやニーアとも絶対してるえそうなの？ なんか兄やん兄やんはなんか葵ちゃんも攻撃してるし兄やんも葵ちゃんに攻撃してるから、うん、というご情報えどこからご情報、えー、静岡県民だよ静岡県民か葵ちゃんは爽やかを食べたい家でゆっくりもう飽きたたうわーおうちだー何するーまあねもなんだかんだあのでもなんだかんだ葵ちゃんか用事があったり ちょっっと買い物があって外に出ざるを得ないからなんだかんだ割と毎日外に出てるんだけどうんでもなんかびっくりまあね電車乗るとあ人いないなっていうのは分かるんだけどスーパーとかは逆に人いるよねえっとあのふざけたコラボ動画ねなんかいいなワンちゃん買ってると非国民的な」つなんかすごい批判がすごかったね えなんでちょっとなんでびっくりしてるのインスターエッグ作ったことないやインスターエッグ卵はかけごはんゆっくりすぎて生活リズムが乱れてるあー逆にねなんかそうこういう時こそあいも早寝早起きしたいなって思うんだけど早寝はまずできないでもなんか本当に朝の7時とかなんか全然なんか急に目覚めて「はっ!」えー、正しく 恐ろうとはよく言う正しく恐ろう不安を煽ってるマスコミの裏に政府が国民とよく利用するそんなはるこんたんと遊ぶのは私の、えー、仕事安いにゃんと遊ぼうえー駅前とか妙に人がいた気がんそなんかなんかね逆になんか密集してるとこってあるよねなんかこの状況になって。 どんな状況になったら給料が減らない国会議員は一般常識が通じないんだよ給料が減らないっていいよねえー、今日菜の花畑見たけど全然花咲いてなかったコロナ対策でまばらに咲いてたえっそうなのあれはなんかワゴン減った菜の花になったじゃんそれこの時期にあんな優雅な生活できない金銭的に問題ないやつだよ <laughs> いやわかんないよみんなにゆっくり過ごそうっていうのを演じているんだよ多分そう 彼は俳優なの多分だからすごく忙しいんだけれどもみんなにあのお家で過ごすあるべき姿を見せるためになんとか合間を縫ってあの動画を撮ったんだと思うんだうんそれでこそ日本国民 <laughs> ちょっとよくわかんなくなってきたあ <laughs> ってイースタンイーグ作ったことはない卵はいっぱい食べたことある誰にも合わない勢いで人いなくてくさうわあいいじゃん安全じゃんえーと イースト菌は関係ありません振り込め詐欺と家の柱をロアリが食べてますよ業者に注意してねシロアリっている見たことないやコロナで菓子パンなくなりますねでもそうなんか子供たちが家にいるからっていうそういうなんかパンとかさあとなんていうのレトルトとか乾麺系とかなんかないよねあんまり。 早寝早起き規則正しい食生活これが一番いやーできるならしたいぜえー、麺もよくないだけ夜ラーメンだったうわーラーメン食べたい何度でもしてしまう気がついたらねぜ <laughs> 幸せなことだそれはるこたんに会いに行くわ春子たんわはる子たんもねお出かけできないよねえー、アベノマスクに466億使う神経が 466億だって葵ちゃん100万円も生で見たことない気がするんだけどそうそうアオイタんに合わせて菜の花にしたの分かってくれたかしらあそういうことなんだいやでもそうアオイタんのなんかあれで菜の花にしてんのかなと思って最近あのあそこはアオイタんゾーンだと思ってるからえっとスーパーとかドン・キホーテはいつも密集してただーね特にドンキ・キドン・キなんてねあ卵ありがとうリホちゃん卵あれ 卵で魔法をかけましょうわーいわーいりほちゃん大きくなれーわーいありがとう卵やすいにょんだるまありがとうだるまーあれだるまここにいるわだるま桜のだるまどうすこいありがとうだるまありがとうねちょっ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 ちょーえー金銭保ないの仕事もせず家でくつらげるかーやーねー なんだっけ、そう今日ねなんかあのー、いや今日じゃないけど今日昨日ぐらいそうなんか聞いたけどそうなんかやっぱ仕事によってもなんかそのなんていうの全額保証もう会社がスルーみたいなところもあれば。 ねいやーうちは半分だけっていうとこもあれば全くないっていうとこもあるねよく考えてみ感染者報道するが感知者の数は報道おお確かにあの動画はそう思ういはやばいーなんででんでよそういうなんかねえあのねえそういうことだよなんでよ誰もま100個だるま祭りありがとう誰もまえー、葵たんえ葵田の心臓用語こんなことツイッターで書いたら叩かれるやつうま何何うま うまー、うまー。ありがとう、うま。うわーい。えー、札幌のライブハウスが潰れた嘘。なんでコロニナで?。今週マスク二枚届いても、いや、ねー、マスクなー。ねー、マスクはどうしたらいいの?。いや、そう、あの、おいた手作りするためにね、ミシンを待ってます、今。えー、あおいちゃんがコロニナになっても、はるこたんにうつさない嘘でしょ大丈夫、はるこたんはね、体の中でコロニナを分解できるの。 650万ぐらいは現金で数えたことある。ええー、ないよだって。そんな、ないもん手にする機会えー、コロネパンはコロナに感染してないから食べて大丈夫だよ。そのくらい知ってるかコロネチョココロネお分かってんじゃん。正解バチ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 。ありがとうワゴありがとう、嬉しいよ。現金給付しないと安倍さんが言ったもんで国民の会大爆発ブワン。臭いやつ、春子体に乗っけない嘘。 君はコさん信者だな今日は京都はスーパーとコンビニと飲食店しか空いてません、ね、飲食店はね大事だもんねイースターエッグは空の方なんだがな,なんか空にさ絵を描くのイースターエッグって明日からも普通に仕事ふうんうん明日もご自おきほいほいえさ、ー、ってに来たいいぞさってにおいでません不安を煽おるほど国民は操りやすいからだよそういうことなの今週あたりから中国はマスク輸入が増えるらしい えー、半分本当半分嘘なの中小企業はまず独自の保証無理をやった時点でうわーみんな強く生きようミシンそうなのみんなねマスク作ってるんだろうねミシンさ高いんだわそうそうなの高いとかあとなんか7月に出荷しますとかなぜもうでもみんな買ってるんだよねそうあとあれだよねあのマスクのゴムがない。 そう。今なちょっと何か確保したんだけどそうなすごいと思ってえっとよく言えば優しい悪く言えば簡単に騙されるヤーやだブラックえっとえマスク手作りして売るの買うわいやまあなんかそう手作りしてなんかそうみんなに何かと思っててそうも、まあ、そもそもなんか最初 その青いターンのオンラインショップを始めるっていう時に何が自由あるかって,って手作りマスクじゃねというあれがあって確かにっていうのがあった何億の見積もり書なら見たことがきっとよくある見積もり書って見積もり書南波さんの手作りマスク通販で買えますかいやいずれそういう形にしたいなと思っておりますそうあのー、ねちゃんとミシンが届き材料が揃ってなんか でもさ、なんかマスクさ作り方2通りあるなんかねあのー、プリーツマスクとこういうなんか、立体マスクねええー、ともう桜新天大使の衣装を返したあ、衣装はね自分で持ってられるんです助けだけ返すのマスクなんていらないえー、セルイメージ高いからこれ言うとたうんそれは叩かれるだって今は世間の波に乗っといた方がいいもちろんかわいいかわいい青い人うんリほちゃんえーと 給付の条件が複雑すぎてくさえち、ー、ゃんないタンってさ何葵ちゃんみたいな子は給付がもらえたりするしないかえー、京都の温泉旅館は一応4月30日までなんかみんなね5月6までとか多いよねとか当面の間はとか店に殺到しないようにマスクを郵送するところだけはわかる気はする郵送通販とかあるけどねなんか。 高いけどね手縫いで頑張ってそれ手縫いでやろうかなって思ったそう中国製の検査キットは WHO の基準の40%しかないらしいの検査キットネット通販でマスクそうなんか、ま、チェキとかそういうのあるけどなんかなんていうの何かないかなというところでゴムないなら、えー、パンツから愛着が大丈夫他のあこのゴム使えるじゃんっていうゴムをゲットしたただねー ねちょっとゴムね耳痛くなったりしないかなというところねえー、と青い式マスクうわー強そう中国製はいろいろとあかん嘘うそどうする春子メイドインチャイナだけど <laughs>、えー、立体がいい呼吸が楽なイメージ立体かちょっとあれなんかちょっといろいろやってみるわ マスクないのにみんなが割としてねそうマスクないのみんな割としてる謎ね青いのマスクじゃなくて青いままマスクに頼るなよ青いままいやなんだかんだ青いとはねあのちゃんと割と家庭的なところあるよマスク足りない時ペーパータオでマスク作って仕事中使うへえーあるよねハンカチ使ってとかいろいろ今ね私のだけはるこたん仕様にしてくださいどういうこと 春子たん何、何アプリ、アプリ、アプリけつけるみたいな。春子たんって字読めないの。うん、うん、うん、あおいたん。あおいたん。春子のものは、あおいのもの、あおいのものは、あおいのもの。えーと、そして難波さん、マスクが品薄になるもの。いや、いいんですよ。あおいたんは。閉じこもればいいだけ。むしろ、その方が、もう、あの、外に出なくて済む。 青いタンはもらえないだろうね給付ダメなのやっぱり手作りマスク男の人のサイズしか作らんべいいらないえなんで普通にそもそもだって青いタンも自分で使いたいから <laughs> あの <laughs> ちょっと小さいサイズ作るよだって <laughs> そうえっ、ー、とそういえば毎年違うな桜新田に対しそう生地とかね色味がちょっと違うのあれは対象微妙だねダメなんだ3月の月収はえ 3月の月収いくらだろういくらだろう全然ないと思いますよねみんなの思ってるほどないと思うよ <laughs> 中国は信用できないなんだと今日は iPad だからいつもより青いターンさんが大きいでわーい2代目さんどこどこえっと <laughs> あいやのパンツの,このこれなんだとなん何だっけなんか見てよあの何、ー、だっけあれをマスクをブラジャーで作るやつそう ねさ男の人が買いあさるだろうねっていうマスクは普通によって何回も使ってるあ普通に洗ってそうそうね洗うマスク洗えるのいいよね青い式マスクつけると何か呼吸使えるようになりますかうん春子の呼吸1のかとえー、俺まだ1回しかマスクつけてない餌やるの嘘大丈夫何あれはあのお仕事の時は口元がパサパサになるまで使ってうフフ潤して乾燥って危ないんだよそういう。 えー、会社に出勤してる人上感染リスクは避けないいやーねね避酒そういうやっぱね人がもうねあもう会うところはしょうがないね確かに手芸用品店にゴムひもが全然なんかそうなの百均もないしもちろん、うん、中国のマスクヨーロッパに、えー、輸出したけど品質に問題あってリコールされてるじゃそうなの 怖いねもう宇宙服くらいじゃないと防げないんじゃんうわあ。まあね葵ちゃんもねなるときはなるよなって思ってる人なんですまう、あ、ただやっぱ葵ちゃんだけじゃなくこうね家族とか周りの人もねあれだからねえーと生存確認ですあおかえり田中さんよかったです元気ですね数年前のち子町のマスク今日使った懐かしい気持ちになったうわあ。マスクねそうその時はねこんなことになると思っていなかったのね むしろ私の顔に合う LL サイズも作ってほしい LL <laughs> サイズ <laughs> 面白い <laughs> えでもそうなんかだからそうちょっといろいろ作ってみてサイズ感を考えたいまず自分で捉えたいそうえっ、ー、と大きめマスク作って小顔効果つけといてくださいえー、でもだってあんまり隙間あったらコロに入ってくるよいっぱいこっからねブラなんだと大丈夫作んないから安心してくれブラマスク結構かっこよくね ま、なんかね形はなんか綺麗だね。マスクないもん。まあね。そうなんだよね。マスクないよね。えお、ー、いがパパの不要になってるかなってないから。あ、なってないです、葵いたん。えーと、売ってもないし、売ってないのか。あいなの作るマスク。私のだけ、はるこたんの顔。私のだけ。わーい。口でかいけど、もうマスクつけらんないこれ。えーと、今日ネットで購入したマスクが入荷して、お 買ったあいたもね通販でね1個買ったけどねまだまだ届かないねただ収入が減った証明がああそういうことえー、でもねどうなんだろうこのでも、うん、割とあいたで,でも払えるものはちゃんと全部自分で払ってるよ <laughs> 強く生きてるよえー、ショールームのイベントいってらえっ、ー、と一応今やろうかなと思ってるのは18からかなえー、俺学校に毎日のように かからコロニアマジで行くわ学校かーそれやばいな「ブラマスクあるんだみんなつけたら架空の世界みたい」でなんかもう最近なんかさマスクもさいろんな色とかさ種類とか形でみんなつけてるからさちょっとなんかバラエティ豊富でちょっとなんか見てるが楽しいよねなんか。 自宅でじいちゃんメいが一番だあっそうだ弁当の話もしようと思ったの今日赤穂先生話すこといっぱいあるんだそうそうそう弁当美味しそうだねマスク売ってるところは売ってるよ高いけど高いよねーそっち方面でなってる講師多いんだよねうわー怖いないや作ってくれ頼む作りません一人暮らしじゃないしな多い一人まあそう一人暮らしじゃないんだよねそうふう <laughs> えーとお尻お尻いいおかえりー私のマスク青いのんが使ってハルコタんで浄化しているんでしょあいいのえでもそうなんか手作りマスクってあれでしょなんか熱湯消毒しないとダメみたいなそうだからちゃんと熱湯消毒して乾かすまでがセットだと思ってるから青いタン自分で作って。 こんんばは、あっ P21 さん久しぶりこんばんはあパンとかぶったらみんな変態仮面 <laughs> いいよやったらいいと思う給料が毎月安定してない場合なんやかんや何癖つけられてコロナの生徒認めないだろうと推測あーそうなのかうーん、えー、でもどうなんだろうまた、あ、しかになうーん安定しない世界だよえー、なんか なんか起きろと言ってるえヨドバシ炎上してるしなあヨドバシ見たちょっとツイッターで見たえー、ブラマスクレースとかついてんのそうレースついてるやつまあその人のなんかその事情によると思うけど <laughs> こんばんはあっイオタムこんばんはイースターだよえー、コロナの可能性は無限大やだよそりゃあやだ無限大やだ いいよ葵のキにならむしろああありがとう兄やんおはよう兄やなんなのか兄やんじゃないのええええやだよ今本当に電車に人がいるでもそうほんとびっくりするぐらい電車に人がいないのとそのやっぱ換気してるからずっと寒い <laughs> えあの飲み屋は残ってほしいかねすいません禁止で店員さんの名前を呼ばなきゃならぬがえどういうことすいませんって言っちゃいけないの テレワークじゃないから外に出るよー。まあでもそうじゃね。外に出ないとね。頑張ろう。ほいほい。うん,うん。嫌だ。そんなレース付きとか嫌でしょ。そう。つまり今直いたんさんは寝言で喋ってうん。うわ。これは雷の呼吸だな。これは善逸だ。うわあ、雷の呼一の方えーと俺の職場のことだよ。俺の俺の職場大変だね。 <laughs> 俺の職場大変だね <laughs> 京都大阪兵庫はまだマスク投入されてませんあじゃでもなんかさ結構さ各地方でなんかさなんかもういろいろんか出してるなんか自治体自治体っていうか北海道は北海道とか大阪は大阪とかなんかさそれごとにいろいろんか自粛のあれもうなんかどんどん出してるよねえっ、ー、と朝マスク販売中止にしてランダムにしたら店にうろうろする客現れるああ ねなんか「朝の入荷はありません」みたいな張り紙とかあると朝並ばないもんね。えー、住民税免除になるくらい減給なんてなかなかねもうねそうもう強く生きていこう。えー、金の呼吸かっこいい 金で合ってる金かないで金でいい、えー、晴れてるからまだ空いてるけど明日とか雨降ってるかしめああどうなんだろうね濡れるよねあのー、電車の椅子、えー、京阪電車約30から40人しかのあら鬼滅か鬼滅ですもう何でも鬼滅今でも なんかまあこれを機会に「鬼滅」もそうだしあとあいたんが読みたかった漫画がいくつかあってそこら辺を読みあさろうと思ってうんと「おい笑うな怒らよ」いやほんとでも気をつけてねともさん何より気をつけてともさんが神戸はウーバーとタッグ組んだらしいなそうなのウーバーイーツウーバーイーツですか岩手はマスクを待ってるという誤った情報を。 流れて炎上してえー、あれか感染者ゼロだから大阪メトロ堺筋線合ってるうすなっち合ってるえ、電車内が濡れたらドリフのコントだえ何それド,ド,ドリフの大爆笑えあまり客減ってないあそうなのでもさやっぱなんていうの変わらず出勤しなきゃいけない会社方面の方はこう多いよねきっと 社会が止まっても生きれるようになりたいものです、うん、生,き生きれるよ大丈夫だってそうやって人間は進化して今こう生活しているんだえっ、ー、とユルピンに感化されて楽屋のあ楽屋薬屋かああ独り言と全巻買った嘘あいれね一巻読んだぐらいかなあれどうなのやっぱなんか面白いですあれ えーとバ,ババンババンバンバンだしばすはバスかバスは混んでるあいにょんは家で何してるのあいにょんは家で呼吸してる <laughs> 家で呼吸してる <laughs> 呼吸だねそうあとそう今ちょっと困ってるのがそうあのなんかあのまあねな何かと通販を利用するからそうあのー 気を抜けられないピンポーンでくるえーとうーん自粛がつく,つくとコロナも怖いが人間も怖いうわーほいほい人間欲しいえうちの会社もろオフィス外だしなヤバいじゃないねヨドバシ隠蔽疑惑だからなーまさかともさんえ今週からローテ勤務から収入減るのあそうなの勤務数 減らされるのなんでよーなんでよー、うん、いいよもう頑張って家で鬼滅見ながらあのー、自炊しようえー、ハビバノンノンまで言ってよバビバノンノンハビバノンノンチューバ生産現場が多いからテレワークもい,いのだなのよだから毎日電車通やー現場はね現場は現場で起こってるからね働かないとだよねそこで何もしてない人の回答 <laughs> <laughs> う正しいニートだわそれ試し読みしかしてないけど面白そうだそうなのかちょっと鬼滅とは路線が違うやんいいなそれえーとそれな通勤する会社に7割減しないといやあもうね会社の会社ごとの方針とかもあるからね昨日寝れた昨日昨日そんな寝てないかもあいた今日4時間ぐらいから寝たの えーと私も青い女のようにピンポンしにかピンポンダッシュえー、とりあえずコロナ解除場点5月6日まで待ってそうねゴールデンウィークねえー何してんの B 息してんの紹介せよんかあのなんか、あのー、なんか,なんか あのよくあるじゃん小学生のさ何時何分何秒地球が何回回っててきみたいなやつ <laughs>、えー、45分経過あ,ありがとう早いねコロナで家庭内暴力が増えてあね DV 増えてるってね今んとこうちはね大丈夫かな葵いたん別にあの特に危害を加えてないと思う周りに <laughs> <laughs>、えー、仕事は変わらないけどボーナスああねいや ねえボーナス出ないんじゃないこいつそんな出ないって言ったらあれだけどさ減るよね絶対私も毎日呼吸しとる素晴らしいいいことだよ呼吸するのはハクさんがこっちもあっちもいい感じにコメしててくさ <laughs> <laughs> ハクさまあっちもこっちも見てるーハク様ーえーと、えー、コロナが落ち着いた頃が怖いこんだけ金分までからスーパーインフレになるうわー怖いよー みんなが今我慢しなければ5月6日課税解除なんて無理だいやでもねだってやっぱマスクが手に入らないはあるけどやっぱあのー、なんていうの年配ご年配の方々マスクせず普通に歩いてるからね割とついつきながら <laughs> えーと草早された 電車のアナウンスでテレワークを進めてくるんだが下っ端に言われてもなでもそんね決めるのは上だからな、えー、西浦先生が言ってる内容政府が理解してない西浦先生どれ,どれどれどれ最近の dv は奥さんが旦那にする意味本当に嘘どうしよういや旦那いないけどどうしようママたんママたんかまあでもねどうか ねそうなんかなんか暴力とか悲しいはえっ、ー、とニャーニャーニャーあっちもこっちも PC2 台動かすと楽なとか <laughs> すごいなんかさほ本当あのー、なんか器用だよねえっ、ー、と外出を仕事行く時は窓を限界まあ換気大事コロナ長期戦になりそうですよね本当にねえいやー今後ね本当 どう,どう生きていくか考えなければならぬな。インドではコンドームが不足していらし10月にはベビーブームか何ベビーブームってえ。経済は来年はもっと不景気怖いね。今年の秋、景気悪い影響が来年の活動に影響する。ああ、でもそうだよね。そう。今も大変だけどさ、今後ももっと大変だよね。北大の、えー、教授だよ。北海道 公務員は今年は勧告なしだから給料変わらないみたい。じゃあいいのいいのかいいのかえー、今日、東京都のクラスター対策で活躍してすごい。ピンポンダッシュいいねピンポンダッシュダッシュダッシュ,ッシュピンポンダッシュね。葵ちゃん、あのー、しようとしたことある友達の家。今の感じだと5月6日に解除できるわけないな。でも葵ちんもそう思う。うん、で、あのー、細々と。 家族四人で頑張って生きるよアオイに質問来年オリンピックできると思うえどうなのそうオリンピック来年に延期したけどさできるんかなぁアオイタさんは手も口も出さないけどめっちゃく冷たくあそうアオイター怒ると黙るタイプなんですよあの怒ってわーみたいないうタイプじゃなくて怒ると黙るかすごい声が低くなる <laughs> えーとちょっと明るいニュース夏には就職するらしいよひょんなのえー、あれは18歳の母親かぼ大丈夫か北大北大ねありがとう金持ちが軽井沢の別荘に逃げているのそうなの軽井沢行ったことないよ北大 <laughs> 北,のだけ <laughs> 北大 <laughs> えっとピンポン出しちゃダメ、はい、とある有名大学の研究によると湿度と温度が高いと感染能力が低くなるしそうにゃの 声が低い,いたうわーそうそう怒るとねそうねとりあえずそうなんかすんってなる怒るとえーと一応ウイルスが22.5を超えると活動鈍くなって収まると言われているがあじゃあ夏かそうなのかピンポンダッシュ豪邸にする時は緊張したの嘘でしょ2代目さん勇者だね声が低くなる聞いてみたいえっなんかなんかすごいなんかね何だろうやっぱこなんか なんていうのこういうさ、ショールームとかさあとなんかお仕事やるときはなんて言うんだろうなんか、まあ、気持ちも明るいしああ <laughs> けど怒るとなんか <laughs> みたいな、えー、海外は来年もオリンピックはできないって認識だけど日本はやる気うん日本はやる気だねしかも日本にはたくさんのカビが多いのにそれが助けになるカビカビランランカビランランえっ機嫌悪くない無口私嘘う怖いね そうあのそうなんかブワーみたいなそうあのなんかそういう感じじゃないのねそうどちらかというとそう黙る黙々とあの鬼に対しては「えー、低音でした?ふる」ああそうですまさになんかまあそうなんかあんまあんまこう「わなんかあ」そか「鬼はわあ」って言ってくれる元とにかくぶちまけてくるなんか「わあ」みたいなそういろんなところに「わあ」って人なんだけどそう あ相手はそのんか「はい」うん、なんか「はい」じゃないけどなんか「いやなんとかですよね」みたいな <laughs> なんかもうそう、静かにそうえっ、ー、とでもブラジルあたりも普通にやばいから暑くなってもどうかなあーそっかブラジルブラジルか今世界コロニアはどこまで世界に進出しているのえっ、ー、とあもっちゃん卵ありがとうこんばんはもっちゃんはい 卵どうぞありがとうたまごえっ、ー、とそうか俺と交流してる怒ってんのかそんなことないよコラワゴあお、えー、いニゃんが怒るうと霧が飛んでくるんでしょう,うわー DV だわ DV えー、梅雨時期のおさまるというのが一部の喧嘩ああ梅雨かどうなのかしらラビットとは違うねい,いやラビットねそうラビットぷんぷん丸るしてるけどねさあなんかなんだっけ 悪くなといやねなんかそんな、まあ、そんなそもそもねなんか怒るような場面にはそんな遭遇してないよね、えー、暑い国で感染拡大したのは、えー、空港がずさんなせ空港 ?13 歳で友達ピンポン出したことで住民に怒られ真っ暗だ近い人には言う方だけど遠くなればなるほど駄ああでも大だそうかもな なんとなくわかる一度葵に消えた沈黙怒ったことなんてないよなんとかですよねプン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 おかおか俺が怒ったら葵がなんか言ってきたはあ何だから何言いたいんだよって怖い怖いよコメントの時止まったんですけどもう一回どこ安いにゃんどこ,どこ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 安いにゃんが怒ると蹴り DV?DV の話安いにゃんただ条件的に四季またうきがないとダメなのでダメなの アオイちゃんは蹴ったりしないよブリちゃん食べ物に落としてたくさん怒られた <laughs> <laughs> ブリちゃんじゃねブリちゃんこれさ電池いつまで持つんだろうねえんか長持ちしそうまだ全然ピカピカ光っとるよ えっと、収まった頃に政府が間違ってさらに感染拡大までやらっとハッピーセットダメじゃん。えー、まあコロナ人が多い国ほど危険だわな。日本はじゃあまだ平気な方だね。最初の劇の話。うん、ジュリエットでしょジュリエット。えっと、いのオフ、怖いんですね。怖ーくないよ。怖くない。 一部の地域で就職してもその他の地域で就職しないから旅行者はなんかあー旅行旅行も行けないね東京ん東京あ、リナだもうダメだ目おかしい目おかしいもうダメだ今日朝朝6時からずっと活動してかもうダメだもうダメだうわーリナそうリナですブリちゃんめっちゃ笑顔なのじまるそうこのこの憎めない顔だようわ えー、ハッピーセットなのかダメだアンハッピーセットだわジュレット以外は人間じゃないしそれなじゃあ終わろうえー、まあそっかちょうどいいし終わろうかはいということで,ですねまあなんかもう毎日毎日コロニャが私たちのねなんかあの頭の中を支配してくるのですがえー、とりあえずねそれぞれができることを頑張っていきましょうえー、あとはですねうんー あああとはあそう、あのーまあ、昨日に続きですね昨日からあのパステルカラットさんのあのー、オンラインショップの方で、えー、と去年出たスターマーマレードと今年のパステル感謝祭っていうやつの、えー、とブロマイドが再販売されております。えーと なんだ受注精査なので完売とかないのでそうもしあの時いけなかったなとかそブロマイドま欲しいなという方はあのー、まあ、送料とかかかっちゃうんだけれどももしよければぜひゲットしてくださいでまあねあのその分ね劇団側にもそしてもちろん葵団側にもあのー、収入にはつながるのでそうあのー、もしよければ、えー、ぜひ、あのー、ゲットしてくださいピコリン超。ううん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  い早く寝ろはーいブリサイリムいいのいいでしょ寝れやんやん寝れやんやん世界に蔓延した時点特効薬があー特効薬大事だよね住民に怒られ警官呼ばれ怖いなドムな人が何人か食らったらしいけど、うん、そんな安いにょんもうえお,休ーおやすみだよーおやすみだよおやすみだよか青いブリちゃんってシュールだな絶対これ健康悪いやつだよね <laughs> はいあとはですねえー、まあ、おいたんのツイッターを見ていただければ何かとあの情報を発信しますのでぜひチェックしてくださいコメント流れちゃった方いたらごめんなさいまたコメントしてくださいえー、とっと5位すったこさんありがとう4位はるみみんありがとう3位りほちゃんありがとう2位お弁当さんありがとう1位やすいにょー ありがとうございます、えー、他にもね種とかあのー、カウントとかしてくれた方ありがとうぜひ右上のハート白い方毎日配信してるのでピンク色にお願いしますとツイッターと、えー、インスタグラムですねこちらもぜひ見てくださいよろしくお願いしますこいよしはいということでじゃあ皆さん明日も元気に過ごしましょう 以上、アオイたんことナンバーアオイでした。おやすみなさい。ちゅー。バイバーイ。